ね。ロングスロー、左足シュート、ゴールキーパー関口、押し込んで止まりました。岩下が決めた。前半の28分、岩下今シーズン初ゴール、アビスパでの初ゴールとなりました。試合前に言っていたセットプレーからの失点でしたよね。この表情、まさに警戒していたそのことをやられてしまった。ロングスローからでした。強いて言うならこのエビソンの、ね、ヘディングで、ね、もうちょっとこう遠くに飛ばしたかったですよね。でも岩下選手いいところにいましたね。